ブライアン・チンは、アメリカハワイ生まれの中国系アメリカ人の、元サッカー選手、現サッカー指導者、元アメリカ代表。地元ハワイの高校を卒業後、ワシントン州のゴンザが大学に進学。大学では1998年と1999年の2年間で34ゴール、23アシストを記録。また、同時期にプレミアデベロップメントリーグの、 スポーケンシャドウでもプレーしている。2001年、ドラフトを経て、MLS のロサンゼルスギャラクシーに入団し、初のハワイ出身 MLS プレイヤーとなる。初年度に8試合に出場し1ゴールを決める。その後2部に相当する、ユナイテッドサッカーリーグのシアトルサウンダーズに、レンタルされ、後に同クラブに移籍している。2003年2月、MLS の追加ドラフトを経て、 サンノゼアースクエイクスに入団する。ジンは夏に怪我をして、チームを離脱するが、チームはその年、MLS カップを制覇する。2004年には12ゴールで、MLS の得点王、そして、MLS ベストイレブンとカムバック賞を獲得する。2005年、サンノゼアースクエイクスが、テキサス州ヒューストンに転して、ヒューストンダイナモになるのにあたり、ジンも他の選手、スタッフ同様に、 ヒューストンダイナモーに移籍する。2006年、チームは移転1年目で MLS カップを制覇して、チームは MLS カップの MVP に選ばれる。選手兼任コーチを務めた2013年に現役を引退した。2013年12月23日、NWSL に新規参入するヒューストンダッシュのマネージングディレクターに就任した。 2003年5月26日のウェールズ戦でアメリカ代表としてデビューを飾る。アメリカ代表初のハワイ出身、史上2人目の中国系アメリカ人のプレイヤーとなる。その後、実績を重ねて2006年のドイツワールドカップのメンバーにも選ばれるが出番はなかった。2009年のコンカカーフゴールドカップでは多くの試合でスタメンとして出場した。ありがとうございます。